第3代ノーフォーク公爵トマス・ハワードは、イングランドの貴族、帝神。第2代ノーフォーク公爵トマス・ハワードの息子として、生まれる。1513年のスコットランド軍の侵攻を父と共に撃退したことで、イングランド王ヘンリー・パッセへの侵入を得、その宮廷で牽制を振るった。1524年に、第3代ノーフォーク公爵位を継承。名二人を、 ヘンリー・パッセイの王妃にしたが、この二人の名はいずれも貫通罪で処刑された。やがて彼自身もヘンリー・パッセイの信任を失い、1546年にロンドン島に投獄されたが、1553年にメアリー城を即位に貢献したとされて、釈放と復権が認められた。1554年に死去。釈位は孫のトマスが継承した。 1473年に後に第二代ノーフォーク公爵となるトマス・ハワードとその妻、エリザベスの息子として生まれる。ソフジョン・ハワードはリチャード三世の即位に貢献し、1483年にノーフォーク公爵位を与えられたが、1485年8月にはリチャード三世と共に戦死した。父トマスもリチャード三世に従って参戦し、捕虜になっていたため、 議会は10月に父の主権剥奪を決議した。これにより父は1489年まで監禁生活を送った。1489年に釈放された父は13人の子女を使って婚姻関係でうまく勢力を伸ばしていった。その一環でトマスは1495年にヘンリー7世の義妹アン王女と結婚することになった。しかし、 彼女との子供は溶接し、また1512年には案に先立たれてしまった。1513年に、ヘンリーパッセイのフランス遠征の隙をついて、スコットランド王ジェームズ4世が4万のスコットランド軍を率いて、イングランド侵攻を開始したが、トマスは、老齢の父と共に2万6千のイングランド軍を率いて、スコットランド軍を撃破し、ジェームズ4世も廃止させた。 この恩賞で、父の第二代ノーフォーク公爵への復権が直挙された。トマスも父の爵位サリー伯爵を継承することが認められ、海軍教や大倉教等の官職を歴任して、ヘンリーパス製の宮廷に仕えた。51歳の時の1524年に、父が死去したことで、第三代ノーフォーク公爵位を継承した。トマスがノーフォーク公を継承した頃、妹、 エリザベス・ブーリンの娘アンブーリンがフランスの宮廷使いを終えてイングランドに帰国し王妃キャサリン付きの助官として宮廷使いするようになった。ヘンリー・パッセイはいつまでも男子を埋めない王妃キャサリンに嫌気がさしており、このアンブーリンとの再婚を考えるようになり、1529年頃から彼女と肉体関係を持ち始めたという。ノーフォーク公はそれまで明暗にさして、 関心を持っていなかったが、彼女が国王のお手つきになったと知ると二人の結婚を全力で推進した。ヘンリー・パッセイとキャサリンの離婚に反対するローマ教皇に圧力をかけたり、大法官、スーキ教、トマス・ウルジーを失脚させるなどの工作を行った。1533年にアンを二番目の王妃にすることに成功したが、生まれたのは女子のエリザベス王女だけあり、 また1536年にアンが貫通罪で処刑されたためノーフォーク公の宛は外れた。なおアンに死刑判決を下した特別裁判所の裁判長はノーフォーク公が務めていた。公爵は自分の保身を優先し、名に恩情を示すことはなかったという。1540年に初代エセックス伯爵、トマス・クロムウェルが実現させたヘンリー・パス・セイと、 ユーリヒクレイ・フェベルク公女案の結婚は、ヘンリー・パッセイのわがままによりすぐに離婚となった。この離婚準備中に、ヘンリー・パッセイは、ノーフォーク公の弟、エドムンド・ハワード教の娘キャサリン・ハワードに手をつけた。ノーフォーク公はこれを利用し、結婚の失敗について、クロムウェルの責任を厳しく追求し、1540年7月28日には、彼を処刑に追いやることに成功した。 ついで8月8日に、ヘンリー・パッセイとキャサリンの結婚を実現させた。しかしこの2年後の1542年にはキャサリンは貫通罪に問われて処刑されている。これ以降、ヘンリー・パッセイのノンフォーク校に対する信用は低下していき、初代ハートフォード伯爵、エドワード・シーモアら性的に付け入れられるようになった。1546年12月には、 長男サリー伯爵ヘンリー・ハワードと共に、大逆罪容疑で逮捕され、ロンドン島に投獄された。その翌年1547年1月19日に、まず、サリー伯爵が処刑され、ついでのフォーク公も処刑されるはずであったが、直前の1月27日に、ヘンリー・パスセイが放御したため、処刑中止となった。もっとも、エドワード6世の治世中には釈放されることは、なかった。 1553年のエドワード6世の崩御後、摂政である初代ノーサンバランド公爵ジョン・ダドリーが、ジェーン・グレーを女王に擁立した際には、自分と同じカトリックのメアリー王女を所領にかくまった。その功績で、メアリー女王即位後の1553年8月に、釈放とノーフォーク公爵院への復権が認められた。1554年8月25日に、 サフォークのフラムリンガム城において81歳で死去した。ノーフォーク公爵位は孫のトマスが継いだが、この孫も1572年にエリザベス一世への退逆罪で処刑される運命にある。1514年2月1日の父、トマス・ハワードのノーフォーク公爵位復権とともに以下の爵位を継承した。1524年5月21日の父の死去により、 以下の爵位を継承した。1547年1月28日に試験剥奪。1553年8月に回復。1495年にアン王女と結婚し、1496年に彼女との間に長男トマスを設けたが、この長男は1508年に溶接した。アン王女も1511年には死去した。ついで1512年に、 バッキンガム公爵、エドワード・スタフォードの娘エリザベスと再婚し、以下の二男一女を設けた。ありがとうございます。